まあじゃあ、まあいろいろありますけど、ウクライナ戦争ですね、はい、とにかく、ロシアが苦戦してます、はい、ということで、どこまで追い込むべきか、もうこれ、すでにどこまで追い込むべきかって言ってる時点で、上から目線になってますよ、ね、はいはいはい、いや、もうそれが大丈夫ですか、僕は逆にすごく危険だという話をちょっとさせていただきたいと思うんですよ、うん、はい、まあ、皆さんもすでに、うん、まあ、毎日ニュース番組でロシアの戦況をやってますので、はい、ある程度ご存知の方はかなりいらっしゃると思うんですけど、ロシア軍、現在、大変苦戦しております。そうですね、その苦戦の仕方がまあ本当に大変で、まあ、皆さんご存知のように、そのイギリスの国防省あたりではですね、うん、もうすでに全地上戦力の3分の1を消失と。そうですね、もうこれ、はい、ロシアってね、あっという間にウクライナをね支配するのかというふうに言われてたのに、はい、もうもはやまあ、ゼレンスキーは暗殺するんだということを言ってましたよね。はいはいはい、最初はね、失敗してます、はい、まあ、失敗しました、はい、で1ヶ月2ヶ月経ってからですね、うん、もう今もう3ヶ月目入りました、はいはい、もう3ヶ月目ですけど、そろそろ、首都のキーウ、はい、キエフ、うん、これ占領はまず、まあ、当然ですけど最初は失敗して、そうですね、はい、第2の都市ですね、これハルキウ、これ行くんじゃないかと、うん、全部包囲して落とすんじゃないかと言われてたんですけど、うん、ここウクライナに奪還されただけじゃなくて、はい、なんと押し戻されて、はい、国境までやられた、国境まで今日はい、今朝の、ね、ニュースでは、はいはい、国境までも取り返しちゃったと、ウクライナ側、うん、ということで、はい、東部の方も結構実はその方針転換した後も、うん、ロシア軍の戦いは非常に厳しくなっているということが、ね、はい、本当にここ1週間ぐらいで明らかになりましたよね、うん、でロシア軍なんですけど、この将官9人、左官、はい、38人と、うん、大佐中佐少佐が38人も死んでるということで、はいはい、かなりリーダーシップの部分がやられてるほか、うん、はい、デゲラシモフ参謀長ですね、うん、トップの方なんですけど、軍の、はい、前線視察で負傷したとかですね、はい、まあ、海軍的に言うと、この旗艦のモスクワ、フラッグシップのモスクワが、うん、まあ、沈んだということが象徴的ですけど、うん、まあ、それ以外の船も 2,3 隻死んでると、はい、死んでるというか、船沈んでるということがあるわけじゃないですか、うん、はい、非常にこれまずい状況になってるわけなんですが、うん、はい、問題としてはですね、僕が今すごく気になってるのはですね、はい、うん、ちょっとこの、ロイド・オースティン国防長官、うん、はい、4月25日に、まあ、これ今バイデン政権が勝てるっていう状況に、うん、やっぱりなんか見えてきたわけですよね、うん、はい、で当然のごとく、じゃあそれだったらやっぱ俺たちいけるんじゃないかということを言い始めたのが僕は非常にまずいと思ってるんですね、うん、はい、アメリカはロシアがウクライナに侵攻したようなことができない程度に弱体することを望んでると、はい、ロシア軍ですね、まあ、まあロシア全体ですね、はい、うん、弱体化することを望んでるって言っちゃってるんですよ、上から目線だし、はい、あとこれが、まあ、プーチンの耳に入ったら、はい、切れますよね、でこうすると、うん、まあ、非常にやばいことになるよねっていうことが僕ちょっと言えると思うんですよ、うん、これ一つですね、うん、やっぱ気になってるのがですね、うん、ワシントンポストに出てきた、アメリカのこの大学の先生2人、いらっしゃるんですよ、うん、はい、先生の名前ですね、ブレンダン・リッテンハウスさんとですね、うん、ブレッナ・リッテハウス・グリーンさん、それとキャサリン・タルマッジさんという、うん、この2人の、アメリカン大学とかですね、ジョージ・ワシントン大学、はい、の教授の先生方2人が連名で書いてるんですけど、うん、はい、この先生の意見僕ちょっとすごく大事だと思うんですよ、はい、何かというとですね、現在、この、多くの政治軍事指導者は前例のない軍事支援の投入を背景により高い目標を掲げてると、うん、目標をかなり高めに設定したっていうことを言って、これは危険だっていうことを言って、はい、もう一つが、ウクライナの政府高官の人たち、まあ、軍のトップの人たちなんかも言ってるんですけど、はい、これ俺たちいけるんじゃねって今言ってるじゃないですか。そうですね、でそれはウクライナの現場の士気の軍人たちの士気を上げるってことは僕はいいと思うんですよ、はい、ただウクライナ領内に入ってきた、うん、ロシアを全部をクリミアも含めてですね、押し返せるんだみたいなことを言い始めちゃってるわけです、まあそうですね、僕はこれすごく危険なんじゃないかなと思うんですね、ゼレンスキーもそういうふうに言ってます、はい、で、はい、今後のシナリオですね、はい、はい、現在ですよ、まあ、一応この一番皆さんから見て左側ですよね、ロシアがウクライナをこの3分の1からまあ 50% 占領をまあ継続するんじゃないかというふうに言われてましたよね、はい、うん、ところがだんだんこの2と3と4のシナリオの方がこのなんか要するに赤の方向ですね、うん、今事態がこのウクライナ側勝ってます、はい、まあ、西側勝ってるということになると、はい、うん、どんどんこの目標が今高望みになっていくということが事態が今出てきてるわけですよ、はい、うん、はい、で我々の、ね、はい、日本側から見ると、うん、一番いいのってこの2じゃないかっていう、戦争は止まった方がいいですけど、はい、うん、一番いいのはこのロシアが
そうですね、ずっとこう、なんていうんですかね、ヘロヘロになって、まあ、弱体化してくれるっていうのが、やっぱり本当は一番いいわけですよね。はい、とりあえず、我々としてはロシアが弱い状況でいてくれるっていうのは、うん、まあ、日本側としては嬉しいわけじゃないですか。そうです。かといって、あまりにカオスになりすぎるのも困りますよね。うん、はい、というのは、まあ、交渉できなくなったとか、はい、まあ、いろいろあるんですけど、うん、一番いいのは、このプーチン政権が、うん、まあ、はい、ダメになって、はい、で今の戦争が止まるっていうのはまあ理想なんですけど、はい、それはまあ とりあえずないということを仮定した上になると、ね、まあ、2ぐらいのシナリオが一番いいのかなと思うんですよ、はい、うん、ところが、うん、今西側の、うん、特にまあしかもウクライナ自身もですね、はい、3とか4とかって言ってる 4までいっちゃってるんですよ、はい、4までいっちゃってるんですよ、はい、これまずくないですかって話です、はい、これ、例えば4になると、うん、2014年以前のような、うん、まあ、3もそうですけど、はい、ドンバスのみならずですよ、うん、はい、3ですね、うん、4になるとクリミア半島まで取り返すってことになるわけじゃないですか。そうですね、いやこれやったらこれ絶対これ逆切れするでしょっていう、そうですね、プーチンがね、ことなんですよ、うん、でまあその先生方もそういうこと言ってるんですけど、うん、僕はですねこの先生方もちょっとやばいことよく言ってるなっていうのはちょっと思ったんですよ、はい、で問題は彼らはこういうこと言ってます、うん、交渉による戦争終結を効果的に形作るには、うん、西側諸国がって言っちゃってるんですよ、はい、キエフつまりウクライナが、はい、ウクライナに外交圧力をかけ、うん、早急に交渉に応ずるようにすることも必要であると、はい、西側が結構前に出てきて、うん、結構前のめりに出てきて、はい、お前らしっかり交渉しろよってウクライナ側に圧力もかけるべきだみたいなこと言っちゃってるんですよ、うん、これまずくないですかって話なんですよ。だから要するに駒として扱ってると、はい、いやもう、ね、もうそういうことじゃないですか、はい、うん、いや僕はねこれは非常にこれウクライナ側にとってもあんまりいいことじゃないし、うん、核戦争につながっちゃうっていう危険がやっぱどんどん上がってきてるっていうのは、これはなんか代理戦争臭い言葉になってるんじゃないですかっていうことですよね、うん、で、はい、そういうことやっぱりアメリカ側の人が言っちゃうっていうのが、うん、いや極めてこれまずい事態だなと僕は逆に思ってます、まあ、ウクライナが勝つことは僕も本当に大賛成だし、うん、本当にそれはやってほしい、勝ってほしいんですけど、うん、あまりにこれやりすぎるとこれロシアから、まあ、プーチン何するか分かんねえぜっていう、うん、この部分ですよね、はいはい、まあ、妥協せよっていうわけじゃないんですけどプーチンに、うん、ただ、はい、プーチンがそのやっぱ彼らなり その名誉みたいな誇りみたいなのあるんで、うん、はい、彼らがブチ切れてきてこう購入書いてますけど、うん、核攻撃してきて、うん、NATO 参戦で第三次世界大戦みたいなシナリオになっちゃうとちょっとまずいんじゃないかっていうのは、うん、ちょっと警戒しとかなきゃいけない事態なのかなと。プーチンは、はい、ロシアのない世界に興味がないっていう言葉を言ってるんですよね。ロシアのない世界、はいはい、だからそうだからそれはありえないと言ってるわけですでロシアは存続するとロシアのない世界が来るぐらいなら、うん、世界中吹っ飛ばすっていう、ロシア帝国が、うん、まあ、プーチン帝国が崩れるようだったら、うん、俺はやるぜと。で、まあ、もし今病気だとも言われてるんですからそれはね、プーチンの気持ちになってみたら、うん、いやこのボタン押すかと、はい、いうふうに思う可能性もあるんじゃないか。で、はい、ここで今日の戦略形容をちょっと出していきたいと思います。はい、エスカレーションラダー、はい、エスカレーションラダーですよ。まあこれは戦略、うん、まあ安全保障関係やってる人間は、うん、まあみんな知ってる言葉ではあるんですけど、うん、本番組をご覧のね、うん、戦略マインドを持つ皆さんにも、うん、ぜひこれ覚えておいていただきたい言葉です。うん、エスカレーションラダーと、はい、なんじゃという話なんですけど、うん、エスカレーション物事、これ、うん、すみません、じゃあこのエスカレーションラダー誰が言い始めたのかというところは、はい、うん、こちらになりますね。はい、エスカレーションラダーという言葉をじゃあまず先に提出した方ですね、はい、ハーマン・カーンさんという人です、はいはい、ガンダムにそれっぽいキャラクターが出てくるんですけど、はい、まあ、それは置いといて、全然違いますよね、はいはい、ハーマン・カーンという男の人ですね、はい、でものすごい肥満体質で、はい、これ実はコリン・グレーの先生、うん、師匠でもある方なんです、うん、はい、ハドソン研究所っていうのをニューヨークに、あ、ワシントン DC に作った方なんですけど、うん、はい、オン・エスカレーションという、まあ、この核戦略において極めて有名なですね、うん、本を60年代ぐらいに書きましてですね、はい、でこの中で何を言ってたかというと、まあ、核戦争って究極じゃないですか、うん、はい、クラウゼビッチでいうところの絶対戦争のレベルですよ、うん、そうするとそれって一番やばいことだよねということで、うん、ただそのトップの一番核戦争の核兵器の打ち合いみたいなものから段階があるよねと、紛争には、はい、うん、それをあえて44ぐらいの段階に分けたということなんですよ、うんうん、こういうこと言ってるんです、いろんな戦争とか国が敵対する関係ってこういうふうに段階があるよねと、まあ、これ下から上に上がっていって上に行ったら終わりですよ、はい、名前がついてます、うん、下は危機以下の動きっていうものがあるんですけど、はい、一番上はもう民間人を狙った、相手国の民間人を狙った、まあ、一番やばい戦争、まあ、これ
ご存知の通り、はい、日本人はアメリカにやられましたけどね。そうですね、43だって東京ぐらいまで行ったのかな。東京の空襲と、はい、東京大空襲と、はい、広島長崎とか含め、はいはい、まあ日本の都市都道府県の県庁所在地はね、はいはい、まあまあやられてますんでね。そうなんですよ、はい、なのでそういう意味では、うん、まあエスカレーションラダー、まあ、43ぐらいまで日本は一応体験したと、うんいうことになります、うんはい、44がトップでまさに核戦争という状況でもうどっちが何してるか分かんないと、うん、でこういうなんていうんですか紛争にはこういう、まあうん、段階があるんだということを、はいまあ、ずっと示してたわけ です、ねうん、彼はその点ですごい非常に大きな功績があるんですけど、うん、今回の話ってやっぱりこのハーマン・カーンが言うようなですよ、うん、いきなりこのエスカレーションラダーというものがガーッと今状況が上がっちゃうようなことが想定されるんじゃないかな、はいまあ、ロシアはすでに民間人狙いやってますからね。そうなんですよ。そうすると実際今、うん、ロシア軍この段階でいうと41ぐらいのレベルのところまでラダーが、はい、これ甘くないですかっていう、うん、なんですか基本軍狙いの戦争ってそれが戦争じゃないですか。いやいやいやでもその前の部分の見せしめとかもあるんで前の見せしめまでがね結構長すぎじゃないかな、はいはいはい、がまあありますね、はいはい、だあの本気の戦争って本当上の3つか4つぐらいっていうことにはなるわけですけど、はい、そうですね、はい、いやもう上の2つですよ。いやそうですね上の2つ32から43、4ぐらいですね、はいはいうん、なんです、まあ、44は完全に核戦争なので、うん、これあの引きつけもしくは理不尽な戦争と言ってますよ、はいはい、インセネイトウォーって言ってるんですけ ど、ねはいまあ、そこまではさすがにまだ、うん、あの人類は直面してないんですけど、はい、まあまあかなりのいいところまではいってる。43ぐらいは一応、うんはいね、大規模戦争やってるってことなんで、うん、まあ、 あのラダーっていうのこういうことありますよって言ってるんですけど、うん、このラダーみたいなものをですね、うん、なんかあのこういう今ウクライナに対して意見言ってる人とか、うん、アメリカの軍人もちょっと忘れちゃってんじゃないかなっていうのは僕すごい心配なんですよ。なるほどね。つまり西側が今勝てるって思って、うん、でいやアメリカもそれうまくコントロールしろよみたいなことを言い始めちゃって、うんはい、すごくね西側がすごく増長しちゃってしまってる、まあはい、実際に現場では、うん、その勝ってるから、はい、そう言いたくなる気持ちは分かるんですよ。あと盛り上げようとしますよね。まあねそれは分かるんですけど士気を高めたいし国民にも協力してもらいたいというのもあるので、はい、ウクライナ側が言うのは分かるんですよ。まあね、アメリカは言っちゃいかんよアメリカが言うとしかも、うん、前に出てきてそうあのロシアを弱体化させろってそうそう軍事のトップが言っちゃうっていうね。そうなんですよ。そこですよ。それはまずいっすよね。それは言ってはいかんでしょうね、はいうん、ということなんですけど、はいまあ、言っちゃってるということですね、うん、で僕はこれあの何度もこれ言いますけどそういう、うんまあ、傲慢な態度というか、うんはい、あのヒューブリスってよく言うんですけど、はいローレンス・フリードマンのこの格言ですよ。もう常に我々思い出さなきゃいけないということで、うん、これあの戦争の未来僕が翻訳したこの本の中ですよ、はいはい、最初の本の第1章か、うん、イントロダクションに、出てくる言葉ですよ、はいはい印象的でしたね実にこれは、はい、本番組でも一回紹介したことありますけど、うん、戦争の神であるポレモスって、うん、いるんですね、はい、これは傲慢の女神であるヒューブリスと、うん、激しい恋に落ちて彼女についてどこでも行くようになったっていうこれもギリシャ神話の中に入ってくる、うんはいでこの話の教訓は世界の国にはフィブリス、うんはいこれ傲慢の女神を招き入れてしまってはいけないと、うん、つまりこう俺たち何でもできるぜっていう変に、うんこうなんていうんですか俺たちできるぜってこう全能感みたいなのも出しちゃうと俺たち勝てるってことになるとそのすぐ後ろには戦争がついてくるんだとこれ全面なんかそのすぐ後ろには戦争がついてくるんだけども、はいはい、戦争をやるにはこれがないと無理だよねって、まあ、だからこれ逆に言うと実際にはこれは、うん、あのプーチンがまさにこうだったわけで、まあそうですね、ウクライナも全然これ戦争なしでも、まあうん、軍隊投入すれば、まあ、すぐにあいつはすぐ降参すると思ってたわけですね。いやもうそれところがどっこい何が起こったかというともう自分たちがやられまくってるという状況が出てきたということじゃないですか。これそのままちょっとプーチンに送ってやったらいいんじゃないですか実際そうです。ヒブリスを招き入れてしまった。いや招き入れてしまってるじゃないですかという状況ですよね、はいはい、これはね本当に、はい、いやそれは逆に西側にも言えることがあって、はい、今、うん、なので僕はこれプーチンももちろん言わなきゃいけない部分あるんですけど、うん、それ以上に今西側が結構いけるってことになってるのがすごい怖いなと思ってるんですよ、うんはい、下手するとそれが第三次世界大戦につながっちゃうっていうところあるんじゃないか、うんうんはい、いやーちょっとねアメリカ側も対応少し気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思います、うん、あくまでもアメリカの公式の立場はウクライナを支援します、はい、以上じゃないですか、うんそうですね、ロシアを虐待するとかそうです、ねはい、弱体化するとか言っちゃダメですよ、はいはいはい、気をつけなきゃいかんなと思いますね。そうですね、はい